テレ東、河野太郎でございます。行政改革担当、国家公務員制度担当、内閣特命担当大臣として規制改革、それから沖縄北方を担当することになりました。前回行政改革を担当した際には、行政の無駄をそぎ落とす行政改革ということをやりましたけれども、今回は国民あるいは社会の側から見て価値を創造する、価値を作り出す規制改革というものをやらなければいけないと思います。変化に行政も社会もきちんと対応していかなければなりませんし、これまではなかなか個別のデータというものが取れませんでしたから、この政策というのはなんとなくこう平均を目指して政策を打つということをやらざるを得なかったわけですけれども、これからはこう個別のデータをきちんと集めて、セーフティーネットなんかはこうリアルタイムにそういうことが対応、個別に対応ができる、まあ、そういう状況になってきた、そういうことを生かしていかなければいけないと思っております。また霞が関の人材が極めて壁に直面をしている、かつてもそうでしたけど余計ひどくなってきていると思っております。この霞が関のブラックなところをなんとか是正をしないと良い人材が集まらない、あるいは今の人材ですら逃げていってしまうということになりかねないのかなというふうに心配をしているところでございます。私からは以上です。ニコニコ動画の名前です。どうぞよろしくお願いします。規制改革はですね、菅新政権の目玉中の目玉であります。まあ、菅総理はですね、私は作る方だから壊すのは河野大臣にやってもらうと発言したと伝えられております。まあ、時間が限られている中でですね、成果を生み出すためにどのくらいのスピード感で壊していくのでしょうか。また確認ですけれども、まあ、国民の理解と応援も不可欠だと思います。 SN 上での呼びかけについてもこれまで通りやっていかれますでしょうか。スピード感、例えばこの記者会見も各省に大臣が散ってやれば、もう今頃みんな終わって寝てますよね。それを延々ここでやるっていうのは前例主義、既得権、権威主義の最たるものだと思いますので、こんなものさっさとやめたらいいと思います。ぜひご協力をいただきたいと思います。まあ、これを皮切りにいろいろやっていきたいと思っておりますし、 SNS もしっかり使っていきたいと思います。琉球新報記念です。よろしくお願いします。沖縄振興の関連なんですけれども、この間の総裁選挙でもですね、菅首相の発言もあって沖縄振興と基地問題のリンク論というのが改めてクローズアップされたと思います。河野大臣として沖縄振興と基地問題がリンクしていると考えますでしょうか。でその場合ですね、何と何がリンクしているかも合わせて教えていただきたいというのが1点と、あともう1点はですね、1人1問ですから。沖縄、それはもう基地がありますから、基地問題もひっくるめた沖縄振興を考えていかなければならないと思います。しっかりやっていきたいと思います。価値を作っていく改革をしていくというとおっしゃいましたけれども、ある意味その全ての部分がですね、範囲になってくると思いますが、河野さんとしては一番最初にどの分野に、まあ、もちろんこの会計の話は今言われましたけれども、その行政改革という中でどの分野にまずは力を取り組んでいこうというのがいかがでしょうか。もう全方位でやっていきたいと思います。国会同士に来れたんですが、沖縄北方大臣としての見解を伺いたいんですけれども、ロシアとの平和条約交渉ですけれども、具体的な進展ありませんけれども、菅首相は総合力で臨むとおっしゃってます。今後外務省の交渉の環境を下支えする立場になると思われますけれども、外相経験者としてですね、どんなサポートが可能なんでしょうか。まあ、いろんなことを考えていきたいと思います。では最後、コリアタイムズの又吉です。先ほどちょっとリンク論について少し質問があったんですけれども、そこのちょっと関連で、
例えばですね、沖縄県工事に反対してますけれど、沖縄県の方は、工事に反対してますけれども、工事に協力姿勢を示せば、沖縄振興についても、さらに政府がバックアップするというような意味合いなのかどうかという見解、よろしいですか。沖縄県もいろいろとしっかり工事にご協力していただけるものと思っております。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。